茨城県のつくば市来ております。男はつらいよ真実一路ロケ地巡りでございます。ヒロイン役はね大原玲子さんでしたね。出てる川が、八田川となってまして、ここに橋の上がございますと。会社に向かうシーンで自転車に乗ってるシーンというのはまさにこの辺だと思いますね。走ってるシーンがございます。はい。そしてですね、このままアングラずっとね、この川沿いの対岸の家にこう移りまして、どうでしょう、対岸の映ってる感じ、まさしくね39年前のね映画そのものですね。はい。でね、この対岸にね、あのね藤子さんの家があるわけですよね。トラさんに忘れ物を届けた場所っていうのもね、どうやらねこの対岸の一部ですね。大原玲子さんがバスを降りるシーンもありまして、そのバス停を降りるシーンの場所も先にあるみたいです。いやー39年だってね、今ロケ地どうなってるんですかね。今回ねマジちょっと楽しみですね。はい、はい。今僕がね渡ってきた橋が、久喜崎橋でございますね。で久喜崎橋をバスが通るシーンがありまして、バスはねこのままね左折してぐーっとこの道を行くんですけど、どうでしょう、ここのね道そのままありますね。ちょうどこのアングルが映画にそのままございますね。でこのまま右の方ずーっと行くんですけど、ちょっとこのままねバス停の方ちょっと探してみたいと思います。久喜崎橋がありましてすぐのところ、この辺あたりにね大原玲子さんが降りたバス停があったのではないかと思いますね。ちょうどこの辺にねバス停があったと思うんですよね。でこのね奥のね左側のこの家はね全く一緒なんですよね。ですね、ここにね立ってる家はもうなんか新しくできたみたいでね、ここは、39年前当時はね、空き地となってますね。はい。でね奥の方に見えてたこう家がいくつか見えるんですけど、ずーっと歩いてて、このね右に見える2つの家ですね、はい、あ一緒ですね。ですので大原玲子さんはここの場所を歩いてますよ。はい。マジちょっとこれはね暑いですね、これ本当に。いやー感動感動。はい。いやーこの景色はマジやばいですね。はい、はい。ここのね河川敷の方だと思うんですけど、トラさんが歩いてたシーン、ちょうどねガールドレールが見える手前あたりでしょうか。うん、同じですね。トラさん歩いてたのはまさにここでございます。で大原玲子さんが追いかけてくる、トラさんって言って追いかけてくるシーンが、なんとこの反対側から追いかけてくるわけですね。あらーもう全く一緒ですね。はい。景色も素晴らしいです。でここトラさんがね何みたいなことでねこう振り向くシーンですね。そして2人がこうこの辺で、話をしてるとね、いやまさにここですよ、ここは。そしてここでいよいよですよ、あの有名なセリフがあるわけですよね。トラさん、あの奥さんによろしくって言ったらね、これトラさんがね、そんな面倒なものは持ち合わせておりませんみたいなね、そんなセリフだったと思います。はい。の場所がまさにここでございます。感動ですよこれ本当にね。こうトラさんをこうが去っていくシーンですね。ちょうどこのアングルでございますからね。このね背景に見えるこの家ね、ちょっと今見えにくいですが、この家もですね、一緒ですね。はい。39年前と変わりありません。というわけでですね、この先ね、あの大原玲子さん夫婦のね住んでた家というのがねあるはずなので、ちょっとね探してみたいと思いますね。いやードキドキですよ本当に。はいはい。やってまいりました。ラストのシーンでね、トラさんが河川敷に座っててね、背景の方に家が映ってるわけなんですよね。この家がねまさになんとこの家です。全く一緒なんですよね。結局ね屋根の色は変わってますけど、この部分にね、トラさんが座ってるわけですよね。はい。というわけでね、このねロケ地の家もね39年経っても変わらずですね、ちょっとね家の周りちょっと確認してみますかね。ちょうど米倉正景さんがね朝ね出勤するシーンっていうのはちょうどここなんですよね。やっぱりね門の感じが
全然変わってますよね、この辺、門がなくなってたりして。でね、ここの奥に見えるこの家なんですけど、三角の家、この家がね、やっぱりこうちょっと行くと見えますかね、この家なんですけど、で一緒なんですよね、はい。というわけで、藤子さんが歩いてて、この河川敷に座ってる寅さんを見つけるシーンってあるんですけど、多分歩いてるのこの辺ですかね。ちょっとこの上のね、屋根がね、もしかしたら一緒かもわかんないですけどね。まあ、39年経ってるかわかんないですけど、この辺だとすると、寅さんがね、いたのがね、ちょうどこの窓が、こっち側になりますね。この辺に寅さんを発見してね、寅さんってなるわけですよね。はい。お、看板あるんですよね。看板が。で、看板があって、右の方に座ってたみたいなね、感じだったですね。ただちょっと距離的にね、だと思いますね。そしていよいよね、最後のシーンですね。旦那さんを、藤子さんに会わせるシーンです。ここがまたね、感動でしたよね。で、二人が会う姿を見ながらね、寅さんがね、ここでね、ちょっとね、こう、立ってね、あーみたいな感じのシーンですよね。まあもちろんね、嬉しいのは嬉しいんだけど、ちょっと切ないみたいなね、こんな感じの場所はまさにここだと思いますね。はい。いやー、なんとも言えないシーンでしたよね、本当にこのシーンは。でね、このままね、ここに寅さんが座ってて、反対アングルに家が見えるって言うんですけど、ここですね、はい、ちょうど一緒なんですよ。はい、ここに寅さんが座ってて、あ、こんな子かな、はい。でね、ちょうど後ろの家が一緒っていう感じですね。でね、ここに座りながらね、ちょうどね、どうだ釣れるかなんてね、話してたアングルもまさにここですよね。はい。いやー、悲しかったですよね、この寅さんの表情見てくださいよ、ここね。ちょうどね、このアングルで寅さんいますけどね、悲しかったですね。はい、そんな感じです。はい、というわけでですね、今日はですね、男はつらいよ新日一路宿ロケ地巡りでした。いかがでしたでしょうか。いやー、ここはね、いやー、静かでめちゃめちゃいいとこですね。しかもね、39年経ってもほぼね変わってないです、周りの景色が。家がそのままあってね、この周りの景色も変わらずと。いやー、これね、ちょっとね、感動しましたね、ここ。まあまあ、これ言っていいですか、ロケ地は映画超えますよっていうような場所ですわ。ここはいい、そんな風に思いますね。男はつらいよのロケ地巡りもね、これからもね、ちょっとやっちゃおうかななんてこともね、考えております。それでは。